三重様。藤木、いかがいたした？食わぬのか？あの、人を斬る感覚とはいかなるものなのでしょうか？あれだ、濡れ手ぬぐいをはたくがごとき音よ。うまく切れば手応えはない。うまい飯じゃの。戻せ。なんと怪しき。
三重様。お家のため、致し方なし。三重様。様が担いだ。持っておれ。無能ございます。三重様の流れはきっと。危ない。不十分な流れはそれゆえに危ない。不思議。おなごの三重様が何故あのような妖刀を。もうじきじゃ。もうじきあの方が。今何と申した。こたびの下手人イラコ制限かと。イラコ制限が下手人。何故さようなことを申す。3年前の仕置きの際、制限に竹光を持たせたりは宗方新八郎。その宗方が加えしは竹光。同じく制限に焼きごてを押し当てたるは山崎九郎右衛門。その山崎の頬は焼けただれてござった。さらに鈴之助の首の置かれたるは制限が東流の門を叩きしおり、我らが追い詰めた場所。制限は飯ぞ。かつて戦国の世に聞こえし盲目の剣豪戸田制限は、主命による御前試合で相手の懐に飛び込むなり、巻き雑法で滅多打ちにしたそうな。
見えぬゆえそうせねばならなかった。飯井の剣とはそうしたもの。イラコは潜みおりまする。この掛川のどこかに。これはこれは、岩本様のお呼びでしょうか。あんまではない。では、御用の趣は。新顔の座頭の話は聞かぬか。新顔と申されても、私どもはご覧の通り目が見えませぬゆえ。とある飯を探しておる。お主らには横のつながりがあろう。藤堂座のことにございまするか。藤堂者について知りたければ剣行様に尋ねられては。剣行だと。我らが身分で剣業に謁見するなど、お主はそれを分かっていながら。盲人の自治組織藤堂座、その最高位にある静畑剣業は、かつて東照権現神君家康公の御前にて琵琶を鳴らし、過分の栄誉を賜りし人物。今はその真術をもって駿府城主駿河台納言徳川忠長の侍医を務む。寝飽きにしてはしみる音よの。ご登場の準備が整いましてございます。用心せよ。互いにな。マリコ彦兵衛、牛又権左衛門に次ぐ怪力の持ち主。その肉体は全身余すところなく狂気。
拾おうなり申したな。運だな、こやつの聞き手。トラ三島の代金でござる。かたじけなし。それで興津殿、残りの三刀はいかがなものか。しばし待たれよ。残り三刀の隙を見出すは容易なことではござらぬ。虎の中の虎と。さよう。それではごめん。あの屋敷にイラコはいるのか。藤木、お主はあの腰のまで一生を終えるつもりか。小岩流に明日はあると思うか。小岩流の明日は三重様にござる。イエス様。藤木、心という器はひとたびひびが入れば二度とはこのつかみはな。藤木、お主から盗んだのだ。イラコ仕置きの際、お主が気前よく見せてくれた奥の手、せっかく編み出した技を、不器用なやつだ、お主は。お主はやはり ものが違う。腰の間、まこと疲労なり申した。Thank you.